兵庫大商店は、兵庫県競馬組合が施行する、地方競馬の重賞競争である。1964年に創設され、長らく2300メートルで施行されていたが、2000年2870メートルに短縮された。2007年からは2400メートルでの開催となったが、2010年以降は再び1870メートルで行われている。 2013年はナイター競争で行われた。ちなみに2013年のその打金曜ナイターの重賞競争は東京競争と摂津ズキのみである。1999年のサラブレットの導入に伴い2002年からは試行条件がサラブレットとアラブの混合レースに2005年からはサラブレット4歳以上に変更された。金量は4、5歳。 ボバ 56kg、ヒンバ 54kg、6歳以上はそれぞれマイナス 1kg のバレー重量だったが、2010年はボバ 56kg、ヒンバ 54kg の定量となった。サラブレッドとの混合戦になった2002年は、2頭のみの出走だったアラブが1、4着。特に当時7歳だったサンバコールは、 向こう正面から一気に戦闘に取り付くとそのまま、ロードバクシンの追撃を振り切った。2003年も、同じようなレースで三着と意地を見せている。その他金牌でサラブレットを一周した和州常時と同様、前世紀のアラブはサラブレットを凌駕する力を持っていたことを示すと同時に、その他のサラブレットは二軍の寄せ集めと揶揄される、ゆえんにもなっている。2006年には、ロードバクシンが、 インターロッキー以来2投目となる電波を達成した。2017年現在、ヒットスタリオンシリーズに指定されている。2020年からは、コバ重賞愛では2番目となる一着賞金額2000万円となる。ありがとうございます。